明けましておめでとうございます。2021年新しい年がやってきました。朝一番で常備炊きのピオちゃんやってきました。今日も美味しそうにミルワームを食べています。上手にホバリングしてますね。今日も時々長めに手に止まってくれていますよ。どうでしょう、ピタッと止まりました。ピオちゃんの足の感覚は、昔文鳥とか飼っていたので他の小鳥と変わらないんですが、野生ですからね、冬は本当に冷たいです。ちょっとこのスローを見てください。ミルワームを落としましたね。もう一度、1匹加えてもう1匹追ってる感じです。なかなか肉眼ではそこまで見えないんですが、こうやって、スローで再生すると面白いものが時々見られますね。今度は大手まりに止まっています。我が家からはちょっと初日の出は拝めないんですが、朝のうちの太陽は初日と言ってもいいと思うので、初日を拝みたいと思っております。今日はちょっと天気が悪いですからね。でもさっきちらっと太陽が顔を出したので、粘ってピオちゃんと初日を撮ろうとしています。南天はだいぶ雪をかぶってしまいましたね。また雪に埋もれてしまうんでしょうか。丸尾が泣いています。カンツバキ、カンツバキも雪が積もってますね。金木犀に刺したみかんも雪が積もってしまったので払いました。あ、ついに、ピオちゃんと初日一緒に撮ることができました。貴重な瞬間です。またピオちゃんミルワームのおねだりにやってきました。いや、丸尾に噛みつかれました。雪で寒いのか丸尾も機嫌が悪いですね。この時はこれぐらいの雪でしたね。だんだん時間が経つにつれて雪の量が増えてきています。ムクドリです。これはつがいですね。結構ムクドリ仲良しなんですよね。飛んでいくところも見ていただきたいと思います。はい、スローで見てください。そしてこれはスズメですね。スズメもありきたりの鳥だとは思いますが、飛んでるところとかなかなかその瞬間、見られませんよね。便利な時代になりました。ヒヨドリです。ヒヨドリもつがいできていたみたいなんですが、すぐに飛んでいってしまいました。警戒心が強いです。ちょっとピンボケなんですが椅子に座っていますね。ちゃっかり雪を避けていますが飛んでいきました。雪の日は鳥になかなかピントが合わないんですね。スズメの飛んでいく姿、そしてこれは1時半ごろの庭の様子です。なんかどんどん降ってきました。さっきも噛みつかれましたが、丸尾は今日は機嫌が悪くて撮影拒否ですね。丸尾ともども今年もどうぞよろしくお願いします。元気に頑張りましょう。